今回はトリコの最終回の完成度高くていいよねに対する美食家の反応を紹介します。ミドラでやっぱなく一個前提起最終回、最終回ではない。フグクジラを漁で捌くの好き。最終回は最終回で初期の良さが戻ってきた感じで好き。規模が広がった初期でいいよね。一番最初のやつ持ってきたのすごく好き。単にレベル高い食材並べるだけじゃなくて自分の中にある感動や思い出が大事っての良いよね。本当の最終回の方もタケちゃんとかもろもろ好きなんだ。トリコはやっぱ名作だよ。メルク乳娘好き。ドレス着てる2代目メルク好き。わかる、小松と結婚してほしい。ニワトラいいよね。誇張抜きで人生で一番好きなラストかもしれん。みんなで美味しいご飯食べて大団円やっぱ食べる。デツールはずるいよ、全人類共感できちゃうもん。ジュエルミート食えたスター純本当に幸せそう。小松が泣きながらトリコを食べるのはガセだったの？それはアニメの最終回。アニメもそんな展開じゃないよ。小松は誰と結婚したんだろうな。フラグ立ってたのは2代目メルクとの野だっけか。だんだん子供に戻ってくのがいいんだ。小松シェフの結婚相手は料理人の魂ともいえる包丁を作り裸も見せ合ったをある2代目メルクがふさわしいと思うな。実際めちゃくちゃ救われてたしな。この裏切らない裏切り者好き。裏切り者予想を裏切ったとか言われててくさ。主にグルメ界以降でなんやかんや言われてた作品だけど、最終的に名作だったで評価を固めさせた偉大な最終回の1話前だよ。本当に漫画の締め方としては今まで読んできた中で一番好きかもしれん。アカシアファミリーがメインになってたな。裏主人公はスターじゃなくてミドラだったな。アカシアは前作主人公感あった。結婚式でそれまでのエピソードを食材という形でまとめて、その次の最終話はまだまだうまいものがあるぞ、と初期の空気で飛び出していく。どっちがというよりどっちもあるからこそ最高のラストだと思う。まさにメインディッシュ。この回とデザート最終回だよなって。最終回の方は設定開示よりもう少し他のキャラのその後も描いてほしかった感はある。シマブーも好きそうなゾンデのその後が語られないのが違和感あった。文句をつけるところもあるにはあるけども、この結婚式やっぱ楽しかったよなって腑に落ちさせるパワーがある。キャラ集合はそれこそ結婚式で描いたから、最終話は1話のトリコと小松が食材を取りに行くってのと同じ構成に絞ったんじゃないかな。最終決戦でのクッソポジティブなトリコ、ホント好きネオが恐怖をうまみと感じる一発の美食家と見抜いた上で全力の殴り合いを経て、一緒にうまい文句をおうぜって結末はトリコじゃなきゃたどり着けなかったと思うわ。散々殺し回ったネオを殺さずに食材分け与えるの好き。ただ美味しく食べたかっただけだしね。人間も美味しいもの食べるためにえぐいことをすることもあるって言われたら反論できないしな。そのためのびっくりアップル会ってのをどっかで見た。これがね、まあやり方下水が基本生命活動だからな。結婚式後は不死のグループの守護神見たくなってそう。スーツ着て結婚式参加してんの好き。あのターバンがアカシアの片見説ある。味方キャラも敵キャラも一貫して食べるために殺すことに良い悪いはないってスタンスなのが小気味よかった。小松は人間の調理法の本読んでうわーと思いつつ知識として蓄えてるし、ペアはネオの行為はただの食事であって封印するのは食いすぎるからって発言してるし、それはそれとしてアイマロみたいなビーガン要素も肯定するし、あくまで食材がメインで敵と戦うのはその過程っていうスタイルを最大に生かした回だよね。嬉しそうで好き。ここまで嬉しそうに食ってるの見ると、トリコたちと初対面した危険区の酒場にも乾燥ジュエルミート食いに来てたんじゃと思えてくる。くさ、かわいいな。最終回の終わり方も実は好きやと腐れ一切なしで、一番最初のワクワク感が戻ってきた感じ。添え物とかで今までの食材出して海藻入れてくのうまいよね。伏線のロングパスやこういう本編の海藻とかちゃんと内容を覚えてるタイプの作者だし、グルメ改編の設定無視した巻き展開は本人も把握した上での決断だったんだろうな。ザリガニフィッシュと5つ大鷲出てくるのすごい好き。あんだけ散々迷惑かけにかけといて、本当に欲しいものはたったこれだけの小さな食卓。まあ別に特に隠してるわけでもなかったんだけどね。ふと読み返したら、ポロとか腕かつらむきジジイとか微妙なキャラがそこそこ目立つところにいるのなんかじわる。食技のじいさん生きてたんだ。腕がグロいことになっただけで死んだ描写なかったし、細胞の強さにもよるけど、ゼロから生やすわけじゃなけや腕の良い再生屋に頼めば割と回復も容易なんじゃないか。かつらむきされたのはじいさんじゃなくてこの人。1話前で全部締めて最終話で世界観広げた第1話の焼き直しするのいいよね。2代目メルクめっちゃすごいドレス着てるな。
スタージュンの呼ばれたから来たのと親族だしとかドレスコードきっちりしてきてるペアやゼブラがニコニコでネオお前ラスボスって言われてるぞって言ってでへへ仲をしてるこれまたきっちり着込んできてるネオとツッコミどころ満載でかつすごい良い雰囲気な話だよな。スタージュンはともかくアルファロも来てるのがおもろい。ニワトラの卵とオゾン層よく5000人分も用意できたよな。 IGO の生産品じゃないかな。ニワトラは小松とトリコに懐いてるから結婚式前にめっちゃ産み落としてくれたんだろう。オールペンディンのよだれもな。蔵技で少しずつ用意したとか。敬愛するミドラがいなくなったらそっくりだった髪型をやめて単発になるスタージュンミドラのフローゼの服の説に近いものを感じたり感じなかったり。マジでこれと最終回は道中の不満すべて吹き飛ばすレベルで完成度高い。誰かが言ったーはずるいんよ。終わりよければすべてよしの例として辞書に載せられる。節野もフルコース食べ終わった後にアカシア一家に挨拶とかしに行くんだろうか。悪いことした自分はお父さんお母さんやお兄ちゃんの元に行っちゃダメだ。眺めるだけ。ママおいで一緒に食べよ。笑顔の家族たち表情変わっていくミドラ。やっぱこういう描写うまいわ。島部アナザーあたりは裏のチャンネルでマジでわけわかんなくなって流し読み程度だったけど最後庭は本当に好き。アカシアファミリーの話の最終回がスレガでトリコと小松の話の最終回が次だと個人的に思ってる。ジャンプラで毎週金曜に読み進めてるからこの最終回とその一個前追いつか見られるんだな。楽しみに待っていよう。連載追ってる気分になる。食うか食われるかの戦いに善も悪もない。食事はみんなで一緒に食べるのが一番うまい。いろいろ言われることもあるけど初期からあるこのテーマだけはずっとぶれることはなくて、だからこそその集大成であるこの回が本当に説得力にあふれてかつ感慨深い。敵も味方も一緒にみんなでめでたくおいしくいただきます。生きてる限り腹が減る。だから冒険は終わらない。この最終回の煽り分最高だよな。トリコを体現してるの好き。最終版は終わりよければ全てよしな感じが良かった。世界観が広がって1話のオマージュになってるの好き。グルメ衛星とか気になりすぎる。情報量が多い。ひょっとしてとか。ちなみにでだいぶ濃い情報が出てきてる。四国メタン。ミドラは幼少期から何を食っても満たされない状態だったけど、ミドラの悪魔が青なら赤の食材に興味がない。トリコの青鬼みたいに青の食材でないとダメだったりしたのかな。ここ以外も設定開示のタイミングないからな。直前の回は結婚式と冒険の振り返りに専念してたし。コミック読んで地味に驚いたのは最終回に書き下ろしがあったこと。最終巻は最終回以外にもちょくちょく描き足しがあるのよ。さらっとさらに会話してる。赤と一体化してるしな。青はこの食材で満足してくれたんだろうか。この時は宇宙に行ってないし、生の食材は宇宙に飛び散ったしでほぼ確実に赤の食材だろうし、生もアナザで味覚開花させてうまいと感じるようになったんかな。誰かが言ったがアニメナレーションで再生されたよ。先週でしっかり満腹になったけどやっぱ今週には腹減るからまた冒険に出かけますっていう実にこの漫画らしい最終回。最終回ではないけれどもネオとの決着のつけ方が本当にこの作品らしいと思い切るために奪い続けて満たされなかったネオが他人から料理をもらったことで初めて満たされるっていうね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。